はい、というわけで今回はマツダの 787B です。これもちょっと太陽とかね、照ってきたりなんかして、ちょっとこう色が剥げてきちゃってますけども、申し訳ないですね。マツダの 787B、当時はこういうスペックなんか書かれてて、これがまた良かったんですよね。では、これを買い戻したので、ね、紹介したいかなと思いますね。ここにシールがあったんですが、こういうふうに使った後もね、こう取っといた人がいたんですね。で、本来こういうのを使った後捨てちゃう人が大変かなと思うんですけど、そういうのをこうちゃんと取っといたりしてくるっていうのはありがたいですね。で、綺麗に貼ってあるのよ、ほら。ね、綺麗に貼ってある。私こんな綺麗に貼れないよ、みたいなね。私はちょっとね、なんせ私は不器用なもんですからね、どっかにそんなセリフがあったような気がするんだけどね。まあ、それで、貼れなかったんですけど、これは綺麗に貼ってありますね。で、これは 787B です。日本車で唯一のルマン優勝マシンですね。これは1991年に始まる NA3.5mm シーカー規定で、ターボの他に参戦が不可能となるエンジンがマツダのロータリーエンジンだ。マツダは73年 12A型ロータリー、シグマ MC473 でルマンに初挑戦して以来参戦を継続。グループシーカー時代には小型プロトタイプの C2 クラスを経て3ローターの 13G型 757C で1番クラスにステップアップした。さらに4ローターの 13J型を作って76ラインドを抑え、以後 767B、787と発展し、結果的に最終モデルとなった 787B なのは、ロータリーが許される最後のルマンとなった91年のことだったんですね。で、エンジンは開発はマツダが受け持ち、それ以外はマツダスピードが担当する体制でルマンに挑んだ。787B は787のワイドレッドボディで可動機能を持つ R26B 型は700馬力を発生。INS や GTP クラスで参戦したのは、旧規定シーカー勢により車重 830g 対 590g で大幅に有利だった。マツダに紹介をいろいろ捧げられたが、カスタムの要素の一つずつ作られたマツダの取り込みは、連続は継続は力ないの言葉を思い浮かさせる執念の、勝利だったんですね。これが91年の時にね、マツダ私テレビで見ましたね。ちょっと遅い時間にやってた、日本では遅い時間になってたんですが、それをこう眠気を暮らしながら見てまして、ね、あんたもう寝なさいよっていう話になったの、怒られる話だったんですね。でもそれをね、怒られないように密かにこうテレビで小さくしてましたんですよ。ね、で、それでこのルマンの787Bがね、優勝してね、いやーやったーって感じだったね。いや、何しろ世界で初めてこういう日本車が勝ったわけですから、ルマンでね。うわー、すげーなーと思って、それは未だに感動が、未だに覚えていますね。この車はまたかっこよくてな。で、マツダがそのね、一躍その同時にマツダという名前がね、世界にバーッとまた広がっていったわけですよ。今までマツダといえばね、得意のロータリーエンジンでね、コスモスポーツを作り上げてね、昔はその NSU っていうドイツのね、会社があったんですけど、その NSU のロータリーエンジンの、許可を取り付けて、そしてマツダがそれをさらに改良して、出したんですよ。そしたらそれがヒットしまして、で、ルーチェとかね、後にルーチェとかパビリアの一時搭載もされてましたね、出たんですが、ロータリーエンジンというのは非常にお結び型で軽量化されていてすごく速いんだけども、ただ燃費がめちゃくちゃ悪いんだよ。燃費がリッター5か6ぐらいしか知らなくて、で、それであれなんだよね。これに同時にロータリーエンジンを搭載したコスモっていうユーノスから出てたね、コスモがあったんですが、それは、時期になくなってしまって、そして唯一生き残った RX7 もそのロータリーエンジンをやめてしまいました。で、その後 RX8 に引き継いだんだけども、その RX8 もなくなってしまった。非常にこう残念でしたね。もうマツダとしてはそのロータリーエンジンを開発するにもお金も莫大なお金もかかるし、莫大なね、お金もかかる、人件費もかかる、費用も、研究の要素も必要だということで、それ以上はちょっとできませんということでね、で、もう一時期中断しましょうということで中断してしまったんですよね。それが唯一残念なところでしたなと思いますけども、この787Bはいい車ですな。こんな速い車が当時あったんだからね。で、これでこういうふうにね、
なっていてね、なかなかいいです。やっぱりこうシールを貼ってるとね、貼ってないとじゃまた違ってくるよね。シールが貼ってあるとまたいい感じにこれできてるんだよね。で、これはメイドインジャパン、日本製ですね。今これ手に入れると高いあれよみたいなね、今これ手に入れると5000円から1万円ぐらいはしてしまうかもしれないし、私が買ったのが何年前だったかな、4年くらい前だったんじゃないかな、だと思うんですよ。今だったらもっと高いよね。今だったらもっと高くなってるだろうから、1万は超えてるかもしれないな。まあそれだけもうますます時代が進めば進むほど、もう手に入れる確率が少なくなってきちゃうんですね。まあこれはもう致し方ないかなと思うんですよ。もうだってもう製造がされてないからね。まあそれらを考えると、手に入るうちにたとえ箱がなくて、かなり遊んだ跡があったとしても、それはもう手に入れた方がいいと思います。じゃないと値段がどんどん上がるよ。もうこれからもう平成という時代が終わって、次の時代は何の時代になるのかは分かりませんけどもね、その時には確実に前の平成の時代と比べたらまた高くなってるから、もう買っといた方がいいよっていうことですね。まあ買っとくとこれは満足できるものだし、これを手放してしまうとね、うわーって後悔するよ。だから基本的には手放さない方がいいなっていうふうに、手放してしまうと今度いつこれまた同じのが納車できるか、納車できますかっていうと分かんないですからね。まあなかなかこれはこれでいい車なのかなと思います。どうもありがとうございました。